今回はこちらの積分を扱っていきたいと思います。今までは割と置換積分法を用いるものをメインで扱ってきたんですが、ここから部分積分法というものを用いるものも扱っていきます。まあ、ちょっとね、もう本当に教科書レベルとか簡単な A レベルとかはある程度知ってるよっていう前提で、まあ、計算の工夫のやり方とか、ちょっとしたコツとかも交えながら、この動画では進めていこうかなと思いますので、まあ、中にはね、難易度簡単すぎるよとか、ちょっと最初難しいんじゃないかなってコメントいただいたりもするんですけれども、まあ、そこは楽しんでもらえたらなと思います。そしてね、あ、ちょっとこういうポイントあったんだとか、あ、ここ忘れてたなとか、そういうのを見返す動画にもなってくれたら嬉しいなと思います。というわけでこれ、じゃあ部分積分法って何するかっていうと、まず掛け算の形で書かれてるんですよね。これのどちらの微分をすると形がスッキリするかなって考えてほしいんですね。今回だったら x の2乗と e のマイナス x 乗。まあ e っていうのはまあ便利なことに微分しても積分しても形が結構シンプルでそのままあまり変わらないんですよね。ということで割と融通が効く。そしてこっち x の2乗ってなるんですが、微分すると次数が減ってくれますよね。なるべく次数が下がった方が積分はしやすいので、ということは今回こちらの x2 乗の方、こちらを微分したいっていうふうに考えましょう。っていうことはどうするかっていうと、まあ、こちらを積分して始めるってことですね。積分そのままそのまま微分みたいな形でやっていきます。じゃあどうやるか。まずこちら積分したら、ここマイナス x 乗になってるのを気をつけてください。まずマイナスがついて、マイナス。で、こっちはそのままで、こちら積分したもの。0から1。そして、そのままで最後こちらを微分するので、まあ、もともとここマイナスなんですけれども、先ほどこのマイナスが出てきてるので、先にもう符号を変えておきましょう。こういったとこもちょっとしたポイントですね。そして、0から1までの、そのまま微分なので、x を、2乗を微分して 2x と、ここにも外に出しておきましょうか。このような形になります。そうすると、ここ、次数が下がってくれましたね。もう一回ぐらい部分積分法を用いれば、ここの x が次数が下がって消えてくれるので、簡単に積分できそうです。ということで、ここからは、まずこちらの計算ですね。1を入れたら、マイナス1の e のマイナス1乗なので、マイナス e 分の1というふうになります。0を入れたら0なので消えちゃいますね。そしてここ、もうコツは先にこの2っていうのはくくっておきましょう。そして最初にも括弧をしておいて、その中でこの部分積分法だけを考えるっていったやり方ですね。そうすると、積分そのままそのまま微分で、今度はこの x を微分したいっていうところなので、また同じような感じですね。こうなって、で、ここもともとマイナスだけれども、さっきマイナスが出てきたので先にプラスに変えておくと。そして0から1の、今度 x の微分なので、これも1になりますね。ということは、よし、x は消えてくれたと。はい、この積分はもう簡単にできるはずです。ということで、残り計算していきましょう。1を入れたらマイナス e 分の1で、0で入れたら消えますね。ということで、マイナス e 分の1と。そしてこちらの積分は、もう先にマイナスが出てくるので、マイナスでくくっちゃいましょう。e のマイナス x 乗の0から1というふうになります。そうすると、中に、マイナス、1を入れたときに e 分の1になりますね。ということで、e 分の1と。そして、0を入れたときに e の0乗は1ですね。なので1を引くんですけれども、もともとマイナスがついてたので、符号はプラスに変わります。ということで、計算すると、中にマイナス e 分の2が出てくるので、2倍して、こちらと加えてあげて、マイナス e 分の5になりますかね。そして、2が残ってるので、まあ、2を先に前に書いてあげましょう。2引く e 分の5と、こういうふうに求めることができます。Just